ございます。おはようございます。何何何密着を今日させてもらえませんか。あ、言ってたそうやった。大丈夫、ほんまに着たてボサボサやけど。全然ボサボサじゃないです。はい、カメラを今日入らせてもらえればと思います。わかりました、お願いします。お願いします。あ、使ってんの。今からは何の打ち合わせをするんですか。昨日、まあ、営業に来てもらって提案された内容を役員内で合したので、契約内容の詳細の確認っていう感じか。なるほど、うん、そうなります。よろしくお願いします。で、これこのまま夏印手続き入ります。ああ、じゃあその間に確認さえ取れておけば大丈夫ですか。多分問題ないと思いますけれども、そこだけちょっと確認させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。大丈夫？はい。みんないる？はい。東京全員いるの？くなりは？はい。あ、おんの？何してんの今日？普通に今日アポで。あ、そう、びっくりした今。じゃあさっきの電話何やってん？普通にここおったんか？俺普通にさっきめっちゃ電話しちゃって。すみません。お疲れ様です。今日はあのもちくらのミーティングということで、新しいメンバーあのもちくら知らんやろうから、モチベーションクラウドって言って、うちが受けている社員のエンゲージメントサーベイのこと、何回か受けてる人もいるんやろうけども、それのフィードバックミーティングの1回目という形になります。ここまで大丈夫？はい、はい、去年は94で日本一で部門表彰された。この得点が高いからいいチームかって、そういうもんじゃないっていうのがすごい大事で、俺らもっともっといいチームになっていかないといけないっていう風になった時に、それよりも大事なのがこのそれぞれの項目でどこが問題になってるのか、どこがもっと改善していけるのかっていうのを読み解いていくのが大事っていう。じゃあなんでこういう回答になったんだろうをみんなに考えてほしい。全然ね、ガンガン言っていてよ。私はまだ会社のこと知らないしとか、そういう感覚じゃないでいてほしい。特に新人メンバー、みんなが感じた感覚が今一番うちじゃない、一般的な感覚とか、一般的な学生の感覚、その延長線とか、そういうので貴重な意見になるので、もちろんじゃあそこはうちの文化ではこうだよって伝えることもいっぱいあると思うけど、それが分かる面でもすごい大事なので、こういう会議自分のもんやと思ってガンガン喋ってください。はい、はい、大丈夫。はい、はい、飯行ってきます。いらっしゃい。ランチはどこ行くんですか。ランチどこ行こうかな。なんか近場でサクッと定食でも食べてきます。はい、いってらっしゃい。行ってきます。この後は何をされますか。この後はメンバーの売り上げの配分を全員から今提出してもらってるので、それのチェックです。はい、今からは何をするんですか。ワンオンワンミーティング、毎回全メンバーやってるんで、文岡くんの悩みが YouTube にさらされる。怖いです。どんな家にしたん。またエロい家にしたん。いや、全然普通ですよ。あ、そう。普通の家な。普通の家っすよ。なんか家に対する考え方ミニマルになった。いや、もう近くでいいなと思って、もう歩いて3分とかなんですよ。あ、めっちゃ近い。じゃあ、フジメンダーから始めます。お疲れ様です。お願いします。じゃあ、いつも通り、はい、業務ボリュームの確認から。今、採用コンサルだけ入ってる形になります。ツイッターは今はないですね。あと大丈夫、質問とか大丈夫です。大丈夫。じゃあ、これで来月も、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。するために必要なことって、会社そのもののスタンスなのに個人の話がいっぱいある。あー、この必要条件を満たすことでここに行くよ。はい、はい、別に今の流れだよって言いたいわけじゃなくて、はい、今みたいにしっかり一言でこれはこうです、これはこうです、だからこうですって言えるような流れにならないと、言われてる人はイメージできないかもしれない。で、一人でずっと考えると凝り固まってくるんだよ、はい、同じ技から抜け出せることになるから、気軽に周りの人に無責任にアイデアを求めるってめっちゃ大事やで、はい、そんな角度あるみたいなのが出てくるから。わかりました。いけるからね。はい、うん、今のところで個人的にはすごく動けそうとか、うん、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。はい、この間ありがとうございましたってつながるわけよ。
お客さんを大事にする気持ちは分かるけど、お客さんを内示がしろにしなっていう話じゃなく、うまくやりなさい、お客さんのことも大事にしつつ、なんか全然相手してくれんやんけっていう感じを出さなくながらも交流する。例えばそのお客さんを巻き込んで交流するし、ここの場で一番すべきことは何かを頭に入れて動いてくれるとめちゃめちゃいい形になるかなと。9月26日の登壇、俺の場に3名連れてきていいって話だったんで、経営者の人が結構多いんじゃないかなと思うので、ぜひ営業目的で名刺交換してもらえたらなと思います。あれ言ってくれてた、言ってた、俺逃してた、ごめん。私あのじゃんけんで負けた身なんで。じゃんけん今日してたもんね。ごめんごめん、気づいてなかった、申し訳ない。他漏れてる人行きたいって言ったのに相手にされてないみたいな。何、じゃあそんな感じで言ってください。はい、本当にみんなリスペクトっていうところはすごい意識してくれてるなって思ってて、それはすげえいい部分だなと思ってます。で、今日内田が言ってくれたあの自分の反省をこの場でね、みんなに話してくれるっていうのもすごいいいことなんやけれども、ここ結構一つ大きなポイントでさ、これはね内田だけじゃないってよ、みんなにも言えると。あのね、リスペクトはなんか相手の言う通りにすることじゃないじゃねって。遠慮はいらんのよ、遠慮はしたらいかんの、配慮はいる、配慮をするけど遠慮はいらないよって。今日あの内田が受けたフィードバックもそこなのよね。 あんたそれ違うよって言ってほしいわけじゃないと。ただその先に本当に相手のことを思った上でちゃんと言うべきことを言うとかっていうのは、配慮した言い方をしさえすれば言わなきゃいけないことなのよっていう、うん、なんかここは逆に、例えば昨日この間飯行った時の逆にあそこ遠慮なくあの全然来ていてよ、はい、でもまあ分かるけどね、あの逆に我ながら誘われてさ、みたいな感じになるやん。あ、どうしようみたいな、いやこれ断ってもめんどくさいしみたいな感じになるのは全然分かるし、あのそこはそんな風に考えなって言われても考えちまうところだけあれやけど、本当に遠慮はいらんちゃうねって、ただ配慮はしなさいよっていうところだけ、うん、そこだけ別に、上の人の誘いだから平気で断っていい、そんな文化はうちない、こんかったからあいつこんやねえかとか一切ない。むしろ俺はそれが嫌やから基本あんまり言わないっていう感じ。そういうのじゃない部分の方がよっぽど大事なので、逆に昔のチームで一回あったのが、何でも言っていい空気感になった。みんなが優しいから、みんなが優しいから一時期何でも言っていいっていう状態になってしまって、結構それは横着なんちゃうとか、ちょっとそれは履き違えてるねみたいな言葉が飛び交い出す。まあ関係性の中でちょっと先輩だろうがちょっといじるみたいなのは、これはあってもいいかなと思うんやけど、行き過ぎてるというか、ちょっと横着舐めてるというか、本気でこっちは語ってんのに、いやそんなん自分でやってくださいよみたいなノリが返ってくるというか、いやこれノリで かわす場面ちゃうでみたいな、これが飲みの場やったら全然そういう返しでも全然先輩でもええでみたいな、真面目なちゃんと話をしてるときに横着に変えてくるんで何でも言えちゃうみたいな、これは俺らの中で全然違うよねってめっちゃ思ってる。これ本当にあったのよ、6年ぐらい前まで。でそれからすると今はすごくいいチーム状態だと思うけど、逆にそれが行き過ぎてなんか遠慮につながってしまったら嫌だなと思う。でここすげえ難しいバランスで、でもその時に頭の中に覚えてほしいのがさっきの話、遠慮は一切やらない、配慮だけしなさいって、どう伝えたらええのかとか配慮だけしなさい、うん、そこだけ感じ取ってもらえてたら全然ええもんで。でお客さんに対しては本当にお客さんの顔色を見ることよりもお客さんの未来のことを見ときなさい。で俺はそこだけを考えとったらずれる発言なんてないのよ、うん、仮にそれで選択して失敗したとってお客さん文句言わんと思うで、本気でこいつ言ってくれたもんな。でしかもそうやって自分でジャッジしたことがミスって結果が出へんかったら意地でもなんとかするから、自分が言い張ったんやから、いや絶対誰々さんこっちやと思いますんでこれで行かせてくださいと大ごけすることがあんのよ全然。そしたらもう目も当てられんと自分で思ってしまって、なんとかすんのよ回収を、それで言いとった。なんかそんな感覚で言ってくれたらなと思いますんで、この相手を尊重し敬ある言動をしようって結構奥深いんだよっていう、うん、でも遠慮なく行こうぜって、ただ配慮はしようぜ、そこだけ覚えておいてくれたらなと思います。以上です、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今は何をやってたんですか。今はうちの部門のチームでの集会議って言って、数字の進捗とか、事例の共有とか、
そういうのを把握する場として毎週1回やってる会議です、はい、なんで毎週1回この全体で集まってやってるんですか？でもやっぱり週に1回ぐらいやらんとね、進捗ちゃんと追えないし、これがまあ1ヶ月に1回とかだと対策取った後のじゃあそれに対する結果が出るまでにインターバルがありすぎて、もっと早く知ってたら対抗することがいっぱいできたのに、それができんまま対策しないまま終わるっていうのはちょっと悔しいので、週1は必ずやるんですけど。なるほど、うん、部署に対して考え伝えるときもこの場が多いんですか？そうやね、大体この場が大きな場としてあるんで、即座に伝えないかんことはチャットとかで先に流して、この場で改めて内容を伝えるってことをするから。抑えてるポイントとかありますか？会議自体の重要性はめちゃめちゃ伝える。会議って本当につまんない意味のない会議も多いと思う。それら全て大事だよっていうつもりはない。この数字進捗を追うとかっていう意味から一人一人でやったらいいやんって思うことも、他の人の事例をちゃんと自分の体験事として自分のこととして聞いて、それがアウトプットした時点でそれはもうあなたの体験ですよ、経験値になりますよ。そういうところの大事さからは会議の重要性は結構大事に伝えてるから。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。あら、マウスがね、ごめん、まだ全然片付いてない。マウスがね、わっせや、マウス探しに行った。上着取り行ったんや、なかった。マウス探しに行ったんや、これは。マウスって言って、なんでクロークに行くんやろうなと思いました。クロークにマウス置いとったか。できたら言うよ。あるか、帰り際。ごめんごめん。なんかまだいろいろ起きそうな気がする。じゃあ、お疲れです。お疲れ。お疲れです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 。お疲れ。お疲れ様です。汚いロックは取らんでね。美しくないです。お疲れです。